深川区は東京府東京市にかつて存在した区である。1878年から1947年までの期間に存在した。現在の江東区の北西部。深川の料理茶屋の様子を描いた歌丸の深川の雪。18世紀末、小泉岸を深川区木場の川筋1940年江戸が町づくりを始めた慶長の初期に、 摂津国の深川八郎衛門が、尾じ川北岸一帯の開拓を始めた。次第に近傍に開拓が進み、寛永四年に、富岡八幡宮と永大寺が創建され、三大将軍、徳川家光の時代から、富岡八幡宮の鳥居前町として発達。明暦の大化の後に、牙が置かれて、商業開港地域となり、深川丘場所も設置され花町となる。 江戸の辰巳の方角にあることより、ここ、深川の芸者は、辰巳芸者と呼ばれ、行で気風が良いとされる。元は、下宇佐国葛飾軍のうちで、江戸時代初期の1683年また一説によれば、官営年間に、太日川より、西の地域を武蔵国に編入した際に、武蔵国葛飾軍となる。万治2年に、両国境が架けられた後に、江戸図にも載せられて、 江戸に組み込まれるようになり、長地が多く起立して1818 18年の旧江戸守備機内図でも守備機内に含まれている。一方、長地以外の部分は、大韓所管地の深川本村が置かれた。材木商人として、財を成した木の国や文在門や奈良や重財門も一時停を構える。1702年の大石吉尾率いる赤楼市が、平吉中邸に打ち入った事件では、 一行は、富岡八幡宮の前の茶屋で、最終的な打ち合わせのための会議を開いたと、伝えられる。極定馬金はこの地で生まれ、平賀源内や松尾芭蕉、井上忠敬なども深川に住んだ。1878年、軍区町村編成法施行に伴い、東京中国の一つとして成立した区域に、名称として採用された。この深川区は、 現在の江東区の内上記江戸の町地に該当する地域である。ついで1889年、市政町村政志向によって、横実験側より西側の地域すべてが深川区になる。これらはいずれも現在の江東区深川よりはるかに広い範囲である。極東は深川上大島町、極西は深川熊町、極北は三船倉前町、極南は、 須崎弁天町で区内に90以上の町があった。1945年3月10日の東京大空襲では、この深川区に爆撃初弾が投下され、区内は焦土と化した。戦後1947年に上東区と合併し、現在の江東区となる。合併後は深川区役所長者がそのまま江東区役所長者となるが、 上級化により1973年、東洋の新庁舎春工により移転した。森下駅、住吉駅、清澄白川駅、門前中町駅、木場駅、東洋町駅、越中島駅、潮見駅、豊洲駅、辰見駅、有明駅及び国際展示場駅、篠野目駅は開業していなかった。なお、深川区域内に有明テニスの森駅が、 そして深川区域周辺に新木場駅、新豊洲駅、市場前駅、東京ビッグサイト駅、大見駅、テレコムセンター駅、東京国際クルーズターミナル駅、台場駅、お台場海浜公園駅及び東京テレポート駅があるが、深川区が存在していた頃は、駅周辺の土地の埋め立てが完了していなかった。内国通運の便が高橋着発あり、 現稿トークの著名な出身者については、江東区を参照。ありがとうございます。